将来医師になることを目指して実習に励む学生たちです。今の日本では多くの女性が医師として各分野で活躍しています。医師になりたい、彼女たちの夢が女性だからといって阻まれることはありません。しかしおよそ130年前まで医師は男性の職業とされていました。女性は社会的地位が低く、高等教育を受けることすら非常に難しかったのです。そんな時代に逆境に立ち向かった一人の女性がいます。吉岡弥生です。女のくせに神聖な手術室が汚れる。そうだ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 。立ちはだかる女性差別の壁を乗り越えて、現在の東京女子医科大学の礎となる東京女医学校を設立しました。女性の地位を向上せしめるには、まず婦人に経済的能力を与えなければなりません。医学、医術は婦人に適しているのみならず、誰にも尊敬される。これを専門に教育する機関の必要を痛感したのです。まあ、一番だから単純に言うと、医師イコール男性っていう図式を変えた。この社会に女性医師は必要だということをみんながこう実感できるような形に持っていったっていうのは、かなり戦略的じゃないかなっていうふうに思います。女性の地位向上と医師の育成に一生を捧げた吉岡弥生の生涯をたどります。静岡県掛川市、1871年明治4年、弥生は村医者の娘として生まれました。